これ承知、これ今日何の日、ほら、こっちこっち、今日ほら、体重測定の日でしょ、ん、はい、抱っこ抱っこ、はい、抱っこ抱っこ、抱っこ抱っこ、またこれ乗れるかな、さすがにもうちっちゃいか、あ、うん、無理だね、これもう無理だ、無理か、あのボウリングのピン好きね、今日ね、どうしたどうした、んで、んピンいいの、いいの、ね、で元のところに戻して、で画角をチェックし、よしと、あがね、どこ行ったの、ちょ、うん、今日30日目でしょ、ほら、だいたい1ヶ月でしょ、ほら、うん、体重測んだね、どうやる気は、さあ、ここに入れる、ここに、はい、すっ、お、これいいんじゃない、ね、待って、1500、あ、これいいな、1480から1503の間で推移してる、あ、これすごいわ、で、なんだっけ、今自分が言った数字忘れた、これ、何の音、お、鋼先生、なんかおっしゃるし、今エアコンほら、切れたで、うん、1500じゃない、1480から1503の間ね、で、次はですね、先生、次これに入ろう、よいしょ、これ入れる、はい、お、いいよ、いいよ、あ、でもね、これだとね、あ、あ、すごいすごい、あ、でもこれも大体そんなもんだ、1490何ぐらいだった今、あ、大体そんぐらいなんだ、結構増えたね、来た時の大体2倍手前ぐらい、ゴミ箱挟んないな、あんた、ほら、それ燃えるゴミでしょ、俺さ、何、どうしたの、あ、これか、鈴が落ちちゃった、鈴ね、はい、はい、鈴ね、じゃあ最後はね、この、これ大丈夫かな、これに、このネットに包んで入れてあげます、こういう風に、これはね、結構おとなしいらしいんだ、猫ちゃんが、あがね、ちょっと来て、ほら、ネットだよ、これ意外と、はい、よし、さあネットに入った、うん、おとなしいね、でですね、この状態で、はい、これなんか絵面的に虐待に見えるな、この状態、あ、大丈夫、あ、やっぱり1490ぐらいって出てる、うん、1495にしましょう、間を取って、はい、3分の1目は1495g、もういいよ、もういいよ、出ておいで出ておいで、うん、気に入ったの、そこはいいの、うん、気に入ったの、うん、はい、ガブガブねなんだこれ、なんかお化けみたいになってるわ、1495です、はい、おめでとうございます、よしよし、うん、そこ気に入ったの、お、落っこちる、落っこちるで、これ危ないよ、うん、これここで、うん、よしよし、何そこ気に入ったの、全然出てこない、先生エアコン来たら暑くなったよ、無理、